今でこそね、アドラー心理学一般的に、まあ、なりつつあるというか、知ってる方がどんどん増えていってるっていう状況があると思うんですけど、まあ、それこそ1985年とかっていう、遡っていうと、そもそも知ってらっしゃる方がいらっしゃらないのかな、今よりはここまでメジャーじゃないのかなっていうふうに思うんですけども、うん。完全マイナーでしたね。マイナーですね。ね、それに興味を持ったきっかけを教えていただいてもよろしいですか？私ね、1983年に会社リストラの首謀者でね、事業計画立案者で会社辞めました。それでね、全く自分のキャリアが通じない世界を生きようと思って、不登校の子供たちの支援を始めたんです。そうしたらですね、その不登校の子供に対して、その当時は原因は何か、こればっかり考えるんですよ。そうするとね、犯人探しになるんです。親が悪い、学校が悪い、社会が悪い。で、アドラー心理学は唯一全く違う発想をして、過去の原因探しでも何の益もない。ね、大事なことは今から未来に向けて何ができるかである。そういう立場のアドラー心理学を自ら学んで、そのサポートを人にしていったら、みるみる元気になるんです。だから過去の原因探しは、私は、解説にはなるけど解決にならないってこういう言い方してます。やっぱり未来志向の目標を元にね、それに近づこうとすることは確実に自分が人生の主人公としてでこれからの人生を再編成して生き直すことができる。まあそういうことをアドラー心理学で実感したので、これはね、まあ家庭だけじゃなく組織、企業、いろんなところにも伝えたいなということでやってきています。そのような流れで、もともとそしたら書店とかそういったところでこうアドラー心理学を見つけられたりされたんですか？書店でも見つけました。それからアメリカに留学した人が帰ってきて、そしてね、講演会やった時に、ある人がこういう質問したんです。実はね、自分の子供不登校なんだけども、原因は何でしょうかったらね、その精神科のお医者さんは分かりませんと答えるんです。不登校の本書いてた人ですよ。分かりませんと答えた。で、その後の一言が私は、非常に印象に残っていて、原因探って何が得られるんですか？いくつもある原因を今から原因に遡って修正し直すこと可能なんでしょうか？って彼は言うんですよ。大事なことは今から目の前にいるその子のために何ができるか。これが大事であって、その一番の方法は未来志向の考え方をもとに勇気づけすることじゃないか。こういう答えだったんです。それはもう本当に雷のようにね、これからアドラー心理学とか、こんな風に思って、アドラー心理学を学び始め、今日に至ってます。そういう流れだったんですか。まあ、そこでこう雷に打たれたようなで、そこからいろんなものをこう提供していこうというか、世の中にして、スケールの伝道師としてやってました。で、勇気づけの伝道師というのは船幸男先生が私につけてくれたニックネームなんです。としのり先生は勇気づけの本物の伝道師だというふうに本2冊に書いてるんです。だけど私は勇気づけの本物というのはちょっとおこがましいので、まあ、勇気の伝道師を名乗るようにしています。船幸男先生、船井総研の創始者。そうご面識が面識もありますし、それから私の結構読んでくれていて、そしてね、まあ、本にも紹介してくれたということなんですね。だから船井グループとはある程度接点がありました。でそれでその中小企業診断士としてもやられていらっしゃると思うんですけど、これは中小企業診断士は23歳で取りましたからね、全国最年少で。だから東京中小企業診断士会ってありますけども、その中でいわゆる診断士歴一番長い数人の一人なんです。そうなんですね。それは23歳の時は大学卒業したそして企業に入ってサラリーマンやりながら勉強して資格を取って、まあ、その時は営業をやってたんですけども、この中小企業診断士はものすごく社内でも役立ちましたし、それから、まあ、その後もね、まあ、ずっと資格を更新し、そしてコンサルティング活動もやってますので、私はね、社長を叱ることのできる人間なんですよ。結構、まあ、ほとんどの人は私の後輩になってます。もう、社長が接待してくれた時にもう叱る！あんたダメだよと。そういう指南役もやってます。最初に、その中小企業診断士を、その23歳で、会社に入って取ろうと思ったきっかけってどういうところなんですか？大学時代から取ろうと思ってたんだけども、私の父親は中小企業の経営者でした。350人ぐらいの会社経営してたんですけども、私の大学1年の時倒産したんです。で、その思いやっぱりね、みるみるうちの財産がなくなって、山林も持ってたけども人手に渡るとか、それから大学の時の授業料もことかくようになって、やっぱり中小企業を本当にサポートしないとダメなんだなという形で中小企業診断士の資格を取りました。それが私の原点ですね。やっぱり中小企業こそこれからの日本のダイナミズムを、ね、本当にこう発揮するパワーになるべきものだと思うんですよ。
ですね、中小企業で働かれていらっしゃる方がもう大半ですからね。そうですよね。企業数においても 99% が中小企業ですし、従業員数で9割ぐらいが中小企業ですから、もっともっと元気になってほしいし、適切なサポートも受けてほしいし、そして自分の夢を実現してほしいなというふうに思ってますね。ありがとうございます。今後岩井さんが考える今現時点 の、 その中小企業の会社員の方々、どういうところを学べばもっと活気づくと思いますか？私ね、自信を持ってほしいと思うんですよ。やっぱり、ね、日本の素晴らしい原動力、中小企業、まあ、企業にあると思うので、私、自信という二文字は自己信頼だと思うんです。自分の会社をしっかりと信頼し、そして自分自身をしっかりと信頼する人が組織を構成してこそ、企業はね、力が湧いてくると思うし、そうするとね、その自分の持ってるものどう生かすか。私は最近好きな言葉、ないものねだりよりもあるもの生かし、ないものをいろんなところで集めようとするよりは、あるものをしっかりと見極めると生かせる素材がたくさんあると思うんですよ。だから私はそのないものねだりよりあるものを生かしして、あるものをどう生かすか、これを徹底的に考えると、ね、いろんな可能性が生まれてくると思うんです。ないもの探しなくて、あるものを生かす、それによって、まあ、それぞれ働いていらっしゃる方も自信を持ち、それをすることで活気づいていくんじゃないかなと、ね、そう信じております。ありがとうございます。そしたらそうですね、ちょっと講演のお話と研修のお話、他にもですね、いろいろお話を聞かせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ岩井さんの貴重な講演研修をですね、皆さん見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。